全力を尽くすというか、まあ、その言葉しかないというか。勝てなかったってことがとりあえず悔しかったですし、まあそのダービーっていう試合でやっぱりサポーターの皆さんに、まあなんていうか喜びを与えられなかったっていう部分ですごく申し訳なかったし、やっぱり真田さんにも勝利を届けられなかったっていうことが何より一番悔しかったですね。やっぱりいろいろ苦戦したこともありましたけど、まあ、全部含め、まあ、いい成長につながったかなっていうふうに思います。僕のなんていうかプレースタイルを、まあ、すごくサポーターの皆さんがこう受け入れてくれてるというか、まあ、そういう、まあ、期待にもしっかり応えるべき、これからも、まあ、そのいいところはしっかり継続して継続していきたいなと思います。コンディションとしてはやっぱり、まあ、休みもあったわけだし、まあいいと思うんで、まあ、あとはやっぱりしっかり結果がついてくればまたチームとしてのモチベーションもそうだし、自分としても、まあ、個人的にも、まあ、モチベーションっていうのが上がってくると思うんで、まあ、やっぱりしっかり今度勝って、まあ、そういうチームが盛り上がるようにしていきたいなと思います。僕が、まあ、小さい頃というか、まあ、まだプロになる前とか、まあ、見て、まあ、お手本にしてたというか、まあ、よく海外の試合とか見て出てくる選手だったし、まあ、そういった意味ではまず、まあ、存在自体っていうのがものすごく刺激的というか、まあ、またそういう選手と今一緒にピッチに立ってプレーができるっていう、まあ、喜びっていうのもありますね。S5 今日の僕の待ち受けちょっとだけ見ます。いいでしょう。あなたの携帯をデコレート。やっぱりホームだし、しっかり、まあ、勝ちたいっていうのと、まあ、その上でやっぱりああいうやられ方をしたっていうのもあるんで、やっぱりその借りは返さないといけないなと思いますね。全力を尽くすというか、まあ、その言葉しかないというか、まあ、やれるところまで、まあ、しっかりチームとしても個人としてもしっかり、まあ、やってそういう姿をサポーターの皆さんに見せたいと思います。まずはやっぱりしっかりチームのことを、まあ、やって、その上でやっぱり攻撃で何かゴールへの起点だったり、あるいは自分で得点を取ったりっていうところが、まあ、重要じゃないかなっていうふうに思いますね。ホーム戦、しっかり勝って、アウェーにつなげたいと思います。皆さん、スタジアムに見に来てください。お願いします。Let's fight together and let's be champion together.